日本クラウンの竹川美子です。竹川美子は平成15年5月21日にデビュー曲えずり子の女でデビューしました。デビュー曲えずり子の女では、たくさんの方に応援していただいて、竹川美子という名前、そして顔とですね、歌もですね、覚えていただけるようになりました。今年の5月21日でデビューして丸8年を迎えさせていただきました。このえずり子の女を通してですね、たくさんの方に出会い、そして応援していただくようになり、そして一作一作いろんな作品をですね、歌わせていただいてるんですけれども、いろんな方が歌っていただいて広めていただいております。本当に私は出身は広島出身なんですけれども、なぜか北をイメージした歌が多いんですけれども、まあ歌のイメージっていうのはどうしてもついてしまうのはしょうがないなと思うんですが、広島出身じゃけどいろんな場所の歌を歌わせていただいておりまして、今回はですね、2011年1月12日に発売になりました新曲「なにわ恋人情」という歌で頑張っております。今回初めて初のなにわ演歌にチャレンジしました。今までは作曲家の加納源大先生にですね、作っていただいていたんですけれども、以前お長次郎長恋姿という歌をデュエットしました作曲家の岡千秋先生に今回書いていただきまして、作詞の方は水木玲司先生、そして岡千秋先生に曲を書いていただきまして、そして、昭和初期に庄司太郎さんが歌って大ヒットした野崎孝太の一節をアンコ部分に取り入れた、また新しい歌の世界を今回作っていただきました。このなにわ恋人情、たくさんの方に歌っていただいて、また広めていただけるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。竹川美子でした。